21歳専門卒の者のです。運よく大手会社の事務職員をつけたのですが、周りが有能でつらいです。このままつけてよい,いでしょうか。はい。えっ、ー、と、また貯金100万は何に使うべきでしょうか。と貯めといたほうがいいですよ。たった100万なんで。あと、周りが有能だったら、周りにやってることを真似していくと、自分のレベルも上がるので、なので、あの嫌われないようにして、必死に食いついていったほうがいいですよ。あと、所詮たった100万なので、あの500万ぐらいまで貯めるか、まあ、300万ぐらい貯めるまでは、自分で普通にお金貯めといたほうがいいですよ。 その何か病気になった時とかそのこの会社マジやべえって思った時にある程度お金がないと辞める決断ってできなかったりするよね。その家賃だったりとか,あのなんか食費とか払わなきゃいけないので。なのでその何かあった時に逃げれるための保険としてそれなりの金額っていうのは常時持ってた方がいいんじゃないかなと思います。